無機物から有機物を作り出すことはこの植物にしかできません。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中山理科自然環境の4回目です。で、前回この生態系の中で生物の数量の釣り合いがもし崩れた場合にも結局何年かかけてうまく調整がされて元の釣り合いの保たれた状態に戻るっていうことを学習しました。今日はこの植物、草食動物、肉食動物が生態系内でどのような働きをしているのか、それを見ていきたいと思います。で、まずは、植物2年生の授業で習いましたけど、一番動物との違いって何だと思いますか？そうなんです、自分で栄養分を作ることができることなんです。で、ここで今日の大切な言葉、今日のポイント一つ目です。生産者、植物をこの生態系の中では生産者と呼びます。で、これは無機物を有機物に変える、有機物を生産することができるからです。で、無機物っていうと、まあ、この空気中にある二酸化炭素とか水を使って有機物であるデンプンなど、まあ、それ以外にもタンパク質とか脂肪とかありますけど、デンプンなどを作ることができます。で、この作る仕組みのこと、もうこれは覚えてますよね。2年生で習ったこの仕組みを光合成と言います。これは動物には絶対にできないことです。無機物から有機物を作り出すことはこの植物にしかできません。で、動物はというと、はい。で、動物はというと、はい、ここで今日のポイント2つ目です。消費者です。植物が生産してくれたこの有機物、これを動物は消費することしかできません。で、動物がしてることというと、はい、まず草食動物はこの植物が作ってくれた有機物、でんぷんなどの入った草とかその果実を食べて、それを無機物、二酸化炭素とか水に分解します。で、そこで分解する過程で自分が生活するためのエネルギーを得ます。また自分の体を作ることにも役立てています。で、このでんぷんから二酸化炭素とか水に分解するときにエネルギーを取り出す仕組みのこと、これも2年生で習いましたね。これが呼吸です。あの細胞による呼吸のところで習ったと思います。ちょっとここ光合成とか呼吸についてちょっと不安だなっていう人は、また2年生の授業のリンクを、まあ、ここに出すようにしておきますので、そちらから復習しておいてください。そして今度肉食動物です。で、肉食動物はその草食動物が植物から得た有機物、それで作られた体の肉ですね。まあ、でんぷんとかタンパク質が含まれているその肉を食べることによって有機物を得ています。で、その有機物をまた
呼吸によって二酸化炭素とか水の無機物に分解することで生きるためのエネルギーを得ています。さあこのようにまずこの植物が生産者として生産してくれた有機物、それを動物たちは消費して生きるエネルギーを取り出している、まあ、このことを今日はしっかりと覚えておいてください。で次回生産者消費者ともう一つ出てきます。そのもう一つについて説明していきたいと思います。では今日の授業は以上です。